日立木神社は、滋賀県草津市草津にある神社。東海道の草津塾にあったため役除け海運、交通安全の神社として、信仰を集めている。旧社格は豪社。社殿によると、聖徳天皇の時代である、神語慶雲元年、竹和一の命が、日立国の鹿島神宮より、白力に乗って、山和国かす神社への感情の旅の途中、当地に到着した。 竹三風地命は、持っていた柿の無を地面に刺して、この木が生えつくならば我れ長く、山と国民かさの山に沈まらんというと、柿の木が生成した。それを見た里人はこの木をあがめて、社殿を建立し、竹三風地命を祭り、社名を、立木神社と称したのが始まりである。春日大社とは、兄弟の間柄となるが、春日大社の創建は、神後慶文二年となっており、 当社が兄と言える。宝棄8年、大干ばつになった際に、公認天皇が中富の諸よへ御事の立子当社に雨声の祈願をさせたところ見事に大雨が降ってきた。公認天皇はそのお礼として当社に新たな社殿を造営したが、この際に小一くらいの深海を授けたという説が残っている。さらに、立木大明神の直学を賜った。 また、延暦5年に、官武天皇より小一くらいの深海を授かったとも、言われ、工子3年に、小一位を授かったとの記録も当社にはあり、信号はそれ以降に始まったとの説もある。延暦20年、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が、エゾ政党に出陣した斎藤社に立ち寄り、道中安全と役除け海運を祈願し、大繁荷京一部を寄進している。 室町時代の長京元年、室町幕府将軍、足利義直が、大見守護、六角高頼を聖伐するために、車と軍張りに陣を敷いた時、当社に、武分長級を祈願して四脚門を寄進している。江戸時代の昭法二年に、税々藩主、石川忠だ佐が、車両二十三国を寄進している。当社は、草津塾にあり、東海道と中仙道の分岐点でもあるために、 大変な賑わいを見せた。また参勤交代の折に、諸国の大名が草津塾を通過する際には必ず当社に同中、安全を祈願し、結果、自己災難はなかったと伝えられている。1876年、孫社に劣格する。1881年に豪社に昇格する。新聞学研究の先駆者、小野秀夫は、1885年に、 当社新館の家で誕生している。毎年、三屋で踊りが役倉町より奉納される。ありがとうございます。